日立自動車交通株式会社は、乗り合いバス、貸し切りバス、乗り合いタクシー、福祉タクシーを運行する日本の企業。日立自動車交通株式会社、タクシー、観光タクシーを運行する日立自動車交通第2株式会社、日立自動車交通第3株式会社、日立オートサービス株式会社を総称して、日立自動車交通グループという。タクシー事業は、 日本交通グループに加盟する旧、富士田無染色日立自動車交通のハイヤー日立、自動車交通株式会社の本社は、東京都足立区綾瀬にあり、乗り合いバスの営業所は本社となる。東京23区内でコミュニティバスを運行受託し、その後一般路線バスとして2路線を開業している。2002年に足立区のコミュニティバス、春風の運行を受託したのを契機に、 乗り合いバス事業に進出。現在では、台東区、目ぐりん、文京区、B イーグル、中央区、江戸バス、北区、軽バス、葛飾区、レインボー葛飾、千代田区、風車の7区で運行している。東京都千代田区区南の千代田区役所3階に、千代田営業所があり、風車の運行管理や定期券販売業務が行われている。新規自主路線としては、 春るライナー、秋葉シャドルがある。また、特別支援学校の送迎バスや福祉タクシーも運行している。タクシー事業としては、日立自動車交通第2株式会社は東京都足立区、日立自動車交通第3株式会社は東京都葛飾区に本社があり、いずれも日本交通グループに加盟する。車体表記はどちらも、日立骨で、第2、第3で区別はない。 2005年までは、藤田無線に加盟しており、その当時の車体表記は、日立交通であった。当時のロゴは、車体表記としてはハイヤーにのみ現存する。東京都観光タクシーも運行している。社名に、日立を称するが、日立グループとの関係はない。日立自動車交通本社車庫に揃った、日立自動車交通の7メートルバス左から、江戸バス、日立カラー、メグリン、 イーグル日立自動車交通は、コミュニティバスを中心として、9種類21路線の乗り合いバスを運行している。路線の詳細については、各、コミュニティバスの記事を参照のこと。春ミライナー専用車両運行系統銀座、八重洲線路線円各料金料金は、一律210円で、パスも安いかなど、相互利用可能な交通系、IC カードも利用可能である。また、 バス特典サービスにも対応している。車両、秋葉シャトルに使用される、日野、ポンチョ秋葉シャトル専用車車内、浅草がみなり門前にて、運行系統路線円隔料金料金は、一律210円で、パスも安いかなど、相互利用可能な交通系、IC カードも利用可能である。また、バス特典サービスにも対応している。 車両秋場シャトルと広告付きバスで開業当時は大型のオンステップバスが導入されたが、その後、小型のオンステップバスの日のポンチョに変更された。二ドアロングタイプで運行されることもある。一部の車両には今の神社で寄祷された恋愛祈願のハート型の吊り革が設置されている。2010年春に完成した東京都江戸川区平井七丁目の大規模分譲マンション、アクラスと 最寄り駅の平井駅を結ぶ特定輸送である。マンション入居者専用の送迎バスで一般の利用はできない。通常はアクラス専用車両が使用されるが、車検などの際は中型の貸し切り車両を使用している。運行開始当初も中型の貸し切り車両が使用されていた。現在、乗り合いバスでは、日野自動車、三菱ふそうトラックバスの車両を使用しているほか、 2019年冬より、トヨタ自動車製の空が導入された。貸し切りには、イスズ自動車製もあるほか、トヨタ自動車製の乗り合いタクシーも保有する。車両の導入時期により塗装が異なる。春風、レインボーカツシカでは、同社一般塗装の車両を使用しており、その他の路線は、それぞれの専用デザインで運行している。特に、メグリンについては、車外層、 内装ともに個性があり、路線により塗装が異なる。ヘッドライト周辺と屋根が改造されたファンタスティックバスとなっている。ありがとうございます。